中学入試。気づけば5秒でサクッと解ける両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。図のように半径が2センチの大きい円の中に同じ大きさの小さい円を8つ描きました。色部分の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。では解説をします。図のように補助線を引きます。すると正方形が出来上がり、その対角線の長さは大きい円の直径にあたる2センチ ×2 で4センチです。さらに図のように透析移動します。すると色部分の面積は正方形の面積と一致するので、上のように計算ができ、平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。図の四角形 ABCD は AB イコール BC イコール CD で、角 B イコール168度、角 C イコール108度です。角 D は何度ですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題を解く方法を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。